セリム二世は、オスマン帝国の第十一皇帝。軍事活動への関心を持たずに、大臣たちに権限を委ねた最初のスルタンであり、もっぱら宝刀と飲酒にふけていた。そのため、酒飲み、酔っ払いのあだ名で呼ばれる。父のスレーマン一世と比較して、不詳、凡庸と評されるが、 一方で大宰相を中心とした官人による統治システムに適した人物とも評価される。また、詩人としての一面も持ち合わせていた。オスマン帝国の皇帝スレーマン一世と、超ヒヒュットエム派席スルタンの子として、1524年5月28日にイスタンブールで誕生する。父スレーマンの存命中は今夜を認知とし、1545年に、 ベネツヤ貴族の家系に連なるチェチーリア・ベニエル・バフォー、妻に迎える。1554年のペルシャ遠征では、アナトリア出身の兵士で構成された、右翼軍の指揮官を務めた。1530年代より、オスマン宮廷内では、スレーマンの後継者の地位をめぐる暗闘が起こり、スレーマン一世の長妃、ロクセラーナは、自分の息子を後継者に据えるため、ミコ・ムスタファに対して、 作望を巡らせていた。1553年に、ムスタファが処刑されると、セリムとバヤジトの兄弟が、スレーマンの後継者候補として残った。セリムは、イエニチェリ、バヤジトは、ティマールの保有者と、農民から指示を受けていた。ロクセラーナはタイダで酒飲みのセリムよりも有能な、バヤジトを、後継者にと考えていたと思われるが、二人が、決裂して、 骨肉の争いが起きないように配慮していた。1558年にロクセラーナが没すると、セリムとバヤジトは互いの側近を加えて、清掃を開始する。セリムの家庭教師を務めていたララムスタファパ社の偽証書を使った策略によって、バヤジトはスレーマンから疎まれるようになる。スレーマンは、セリムの認知を、今夜からキュタヒアに変え、バヤジトをアマスイヤへと更迭した。 1559年にバヤジトはアマスイヤへの移動を5番で挙兵し、デュルクマンとティマールの保有者を中心とする2万の軍隊がバヤジトの下に集まった。しかし、大最相ソコルルメフメトパシャの率いるイエニチェリ、スイパーヒー、砲兵隊がスレーマンからセリムの元に派遣され、今夜近郊の戦闘で数で優位に立つセリムがバヤジトに勝利する。 サファビー町に亡命したバヤジトと彼の子たちが、スレーマンとセリムの要請によって処刑されると、父に反抗する姿勢を取らなかったセリムが、最後の後継者として生き残った。1566年9月に、スレーマンがハンガリー遠征中に沈没した時、軍機の維持のためスレーマンの死は秘匿され、ソコルルム・フメト・パシャとごく一部の側近を除いて、スレーマンの死を知る者はいなかった。 ソコルルは芝居を打ってスレイマンが生きているように見せかけるとともにセリムに書簡を送ってハンガリー遠征軍に合流するよう指示をした。セリムはキュタヒアを立ちベオグラード近郊で遠征軍と合流した時に初めてスレイマンの死が明らかにされた。スレイマンの死の直後から兵士たちは貸金を要求して G 行動を行い、 即位前の継承戦で資金を使い果たしていたセリムは、姉のミフリマースルタンからコマンドカートの借金をして、商用を補った。セリムがイスタンブールに入場した後も、兵士たちの要求は続くが、ソコルルが数人の家にチェリを残首して、騒ぎは、ようやく収まった。シャルル救世に与えたカピチュレーションソコルル、メフメトパシャセリムは即位後一度も、申請を行わず、 イスタンブールのトップカップ宮殿とエディルネのカリバで日々を過ごした。セリムの在位中は、ボスニア出身の大祭祀をソコルルるメふめメパシャが、スレーマンの晩年から引き続いて、国事の大部分を担った。1566年に、ジェノバが領有する、キオス島が、オスマン帝国の支配下に入る。しかし、同1566年に、イエメンでシーア派の一派である、 在ド派の指導者が反乱を起こし、反乱は長期に及んだ。1568年2月17日に、イスタンブールで新生ローマ皇帝マクシミリアン2世と和平条約が締結され、マクシミリアン2世が毎年3万ルカートの効能を支払い、モルダビアとアラキアにおけるオスマン帝国の総主権を認めさせた。 和平の期間は8年間であったが、オスマン帝国と新生ローマ帝国の友好関係は16世紀末まで保たれた。また、講和後にオスマン帝国の領域外に取り残されたトルコ人を国内に移住させる運動が行われた。1569年にセリムはフランスをシャルル9世にカピチュレーションを授与する。カピチュレーションによって、 フランスの親民にかけられる関税は5%に制限され、オスマン領内に駐在するフランス大使、領事に保護が与えられた。従来スレーマンがフランスをフランスは一世に授与したと考えられていた。カピチュレーションは1559年にフランスは二世に授与されたものだとする説が近年有力になっている。しかし、北方のロシアとの関係は順調なものではなかった。 オスマン帝国とロシアの最初の開港は、後に訪れる最悪の前兆として現れる。オスマン宮廷でボルガ川とドン川を結ぶ運河の建造が計画され、1569年の夏に、イエニチェリと騎兵隊からなる大部隊によって、アストラハンの包囲が開始される。包囲と同時に、運河の工事が開始され、ドン川の川口部に位置するアゾフに、オスマン艦隊が集結した。しかし、 アストラハンの包囲は守備隊の反撃によって失敗した。運河の行員は1万5000人からなる、ロシア軍の救援隊の攻撃を受けて、チリジリになり、行員を保護するために、クリミアの軍隊が派遣された。さらに、アゾフに集結した艦隊は嵐によって壊滅した。1570年の初頭に、ロシア皇帝、イヴァン4世から派遣された大使がイスタンブールに到着し、 オスマン帝国とロシアの間に和訳が締結される。セリムの治世には、ベネツィアによるオスマン船舶襲撃の拠点となっていたキプロス島の遠征が計画される。キプロスはアナトリアシリアエジプトを結ぶ回路の維持に欠かせない要衝であり、ベネツィアはキプロスを保持するために、毎年1万ドゥカートをオスマン帝国に支払っていた。かねてより、オスマン帝国は、 キプロスの獲得を望んでおり、1570年春にセリムはソコルルの監視を押し切ってキプロス遠征を決定した。同年7月にオスマン艦隊はキプロス島を包囲し、1571年にララムスタファパシャ式下の軍隊がキプロスを制圧した。キプロスがワインの産地であるためキプロス遠征に際してイスタンブール市民はセリムはワイン目当てで キプロス遠征を始めたのだろうと噂しあった。キプロス島の陥落は、キリスト教世界に衝撃を与え、ローマ教皇ピウス五世の提唱によって、カトリック教国からなる連合軍が結成された。1571年10月7日に、オスマン艦隊は、レパントの海戦で、カトリック教国の連合軍に敗北する。レパントの海戦戦後、ソコルールは、 ベネツヤとの戦いに備えて、翌年の春までに艦隊を再建することを命じた。資金を不安視する大帝徳クルチアリーパ社、デパンとの戦いが、オスマン帝国に与えた打撃を探ろうとするベネツヤの死者らに対して、ソコルルは余裕を示して資金が潤沢であり、オスマンの被害は微小であると答えた。1572年6月に再建された。 オスマン海軍は250隻からなる艦隊を地中海に出撃させ、またベネツィアはオスマンとの戦争の継続に積極的な姿勢を示さなかった。1573年3月にフランスの仲介によってオスマンとベネツィアは講和し、オスマンのキプロス島を保持、ベネツィアのオスマンへの賠償金の支払い、ダルマティア地方の情勢を維持することが取り決められ、ベネツィアにカピチュレーションが授与された。 1574年に、クルチアリーパシャとイエメンの征服者コジャシナンパシャ率いるオスマン艦隊がスペインの支配下に置かれていたチュニジアに派遣され、8月にチュニジアを奪還した。晩年、セリムはワインを一瓶飲み干した後に、トップカップ宮殿の新築された浴場に行き、濡れたタイルで滑って頭を打ちつけた。事故から11日後の1574年12月12日に、 セリムは没した。セリムの死により、ソコルルが計画していたベネツィア攻撃の計画は中断される。あと、この村と三世が継いだ。後世の西欧の歴史家は、デパンとの海戦に強い関心を示し、オスマン帝国の没落は、この戦闘から始まったと主張することもあった。スコットランドのイスラム史研究者であるキンロス教、パトリック・バルフォアは、次女ザ・シーズ・オブ・ディクラインにおいて、 デパントンの敗戦の後で艦隊の立て直しに用した多額の資質がオスマン帝国の緩やかな衰退の始まりになったと考察した。しかし、デパントンの敗戦はオスマン海軍の人材に打撃を与えたものの帝国が衰退する原因になったとは断言できないと述べる研究者も存在する。ニギャーリーの描いた肖像画オスマン帝国の画家、ニギャーリーが描いたセリム2世の肖像画は セリムの人物像を写実的に描写したものとして評価されている。狩猟中のセリムを描いた絵には、太った体とアルコール中毒者であることを思わせる赤く逆焼けした顔が表現されている。同時に、父スレーマンの肖像画とは、対照的な豪奢な衣装、今にも動き出しそうな右手がにギャーリーの技術を示し、セリムの威厳と繊細さを表現している。ありがとうございます。